でまずこの商品なんですけども、今あの免震構造建築物との間にですね、あの連絡通路とか隙間、建物と建物の間の隙間をですね、つないでいる金物になります。で、まあ、あの特徴としましてですね、まあ、これは今のデモ機に関しては、内装をシミュレーションする形になっているんですが、まあ、床の商品として、段差の少ないかつ高強度のエキスパンションジョイント、免震エキスパンションジョイントという商品になっております。であと、まあ、構成として内部に当然あの内壁の材料がついてくるんですが、その商品も、まあ、地震時に動いた時に内部への跳ね出しの少ない商品の形となっております。で、あとあの天井の方もデモンストレーションしているわけですけれども、この天井の方も、まあ、あの免震時の大稼働に対して、追従していける、スライド式の構成となっております。では実際に動かしてみますので、まあ、床の構成も非常に段差も少なく、なおかつ隙間も少なくですね、まあ、いろんな方が歩行されるので、まあ、そういった地震時にそういう部分にいた時でも、あまり危なくない製品の跳ね上がりというふうにしております。まあ、実際、地震時はこういう回転運動という形ではないのですが、まあ、回転運動での、まあ、デモによって、まあ、これだけの稼働量が動く量が、見れるということで今デモンストレーションしております。